こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴とチャンネル登録、コメントもありがとうございます。ロシア軍のウクライナ侵攻開始から3ヶ月が経ち、ウクライナの東部戦線では、このところロシア軍の砲撃の激しさが日々増してきていると言われています。このほどウクライナ軍は、ドネツク近郊でウクライナ軍の部隊が前進しているエリアに対して、 ロシア軍の重火力投射システムトスワン A によるとみられる砲撃があったと報じました。そしてトスワン A の燃料気化爆弾とみられる連続する爆発の空撮映像を公開しました。今日はこのことについてお話しします。このほどウクライナ軍はドネツク近郊ののぼみ返りふかのあたりで ウクライナ軍部隊がジンドルエリアに対して、ロシア軍のトスワン A によるとみられる砲撃があったと報じました。そして、トスワン A の燃料気化爆弾とみられる連続する爆発の空撮映像を公開しました。ウクライナ軍によって公開されたトスワン A の燃料気化爆弾とみられる連続する爆発の空撮映像は、 おそらくはウクライナ軍の無人ドローンバイラクタル TV2 などから撮影されたものではないかと思われます。映像では燃料気化爆弾が爆発するときに大気の急激な熱膨張によって生じる音速を超える衝撃波のようなレンズ状の楕円が膨らむ様子が見えます。その衝撃波の大きさは 周囲に点々としてある住宅やかなり手前にある電信柱のサイズから見て少なくとも直径100メートル、高さ70メートル近くに達しているようにも見えます。衝撃波は通常は見えませんが湿度が高い時には見えたりすると言われますのでこの日は湿度が高かったのではないかと思われます。燃料気化爆弾は 通常の砲弾の破片で敵にダメージを与えるのとは異なり、激しい爆発燃焼によって高温の爆風によって周囲を焼き尽くし、一説には周囲の空気を全て燃焼し尽くすので、近くにいる人間の内臓の肺の空気まで吸引し尽くしてダメージを与えるとも言われている恐怖の兵器です。 広範囲にいる人間を全て無差別に殺すため非人道的な兵器とされ、1990年代から始まったチェチェン紛争でロシアがこの兵器を使用した時もロシアは国際社会から強く批判を浴びました。ウクライナ軍は自軍の被害状況については触れてはいませんが、ウクライナ東部戦線での ロシア軍のトスワン A の使用について次のように述べました。これは21世紀の最大で最も恐ろしい戦争がどのようにひどいものであるかを如実に示しています。ウクライナは反撃する準備ができていますが、効果的な反撃を行うには NATO 軍が保有する MLRS 多連装ロケットシステムがウクライナにも今すすぐ必要ですこのように述べて、西側世界に NATO 軍の多連装ロケットシステムをウクライナに送るように要請しました。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた。